イアちゃん、お父さん、どうして？しずくちゃん。あ、よかった、無事だったのね。しずくさんもオルキスタワーに連れてこられていたんですね。あのおっさんのことだから別の場所かと思ったが、とにかく無事でよかったぜ。ロイドさん、ランディさん、エリーさんにティオさんも。そっか、こんな顔していたんですね。しずくちゃん、ひょっとして目が見えるようになったの？はい、キーヤちゃんのおかげです。不思議な力で目の神秘も光だけじゃなくて色と形もちゃんとわかります。信じられん力だ。まさに奇跡ですね。いや、何にせよ良かったじゃないか。ああ、こればかりはキーヤもお手柄だったな。はい、本当にキーヤちゃんにはいくらお礼を言っても足りないくらいで、でもでも雫ちゃん、どうしたんだ？キーヤちゃん、笑っていたけどとっても辛そうでした。これが自分の役割なんだ、自分の望みなんだって無理に言い聞かせてるみたいで、本当はディーターさんたちに協力なんてしたくないのに、ロイドさんたちのところに戻りたくてしょうがないのに。あ、そっか。どうしてキーヤちゃんがあんなことに。それにどうしてお父さんは。私しずくさん、ありがとう、キーヤちゃんのことを思ってくれて。それと一人ぼっちでつらかったわね。しずくちゃん、俺たちはキーヤを取り戻しに来たんだ。あの子やアリオスさんたちがどこにいるか知ってるかい？ごめんなさい、私何も知らなくって。キーヤちゃんは昨日から見かけていなくて、それとお父さんからはロイドさんへの伝言を預かりました。え、マクレインが？この包みは。お父さんがロイドさんに渡してくれって。どうぞ。ああ、これはカイさんが使っていた。間違いない、奴が使っていた獲物だ。現場から持ち去られていて行方不明になっていた。これは刀傷ですね。ということはロイドさんのお兄さんを手にかけたのはロイド。ごめんなさい、本当にごめんなさい。お父さんが、父がひどいことを。しずくちゃん、負い目を感じる必要はないよ。本当にアリオスさんが兄貴を手にかけたと決まったわけじゃないし、どうやらまだ見えていない隠された真相がありそうだ。どういうことだ？この刀傷を見る限り兄貴とアリオスさんが激しくやり合った可能性は高いだろう。刀傷の数を見る限り、あの風の牽制を相手に兄貴もかなり善戦したんだと思う。だがガイの直接の死因は銃による背後からの狙撃、そういうことだな、バニングス。はい。それってしずくちゃん、手紙も読ませてもらうよ。はい。ロイドへ、長らく渡せなかった品をこれを機会にお返しする。その品が全て。釈明をするつもりはない。なお町に現れた魔導兵は白きアイオーンが大金を通じて操っているものだ。白きアイオーンを何とかすれば全て沈黙させられるだろう。これは白きアイオーンってのはあの映像で見たやつか。ガレリア要塞をアイスみてえにくり抜きやがった。でも空間を消滅させる力は
使えなくなっているはずです。しかしマクレインのやつ一体どういう…ロイドさん、まるであつらえたような。ああ、不思議と手に馴染むよ。しずくちゃん、伝言ありがとう。ここから先はどうか俺たちに任せてくれ。キーヤのことも、そしてアリオスさんのことも。はい、お父さんはずっと悩んでいたんだと思います。お母さんのこと、私のこと、いろいろなことを考えているうちに後戻りができなくなって。それで大丈夫、後戻りができないなんて。お父さんのことはきっと連れ戻してみせるわ、特務支援課の名にかけて。ま、こんな可愛い一人娘を泣かせるような不良親父は一発ぶん殴ってやらねえとな。ですね、首に縄をかけてでも連れて帰りましょう。はい。しかしマクレインを連れ戻す話はともかく、大統領の関係者たちは一体どこに行ったんだ。やはりキーヤちゃんもいないみたいですし。そうだな、伝言を残したということはひょっとしてタワーには。おっと、スピーカーモードにするか。ああ、ロイド君たち、直通エレベーターのセキュリティやっと解除できたよ。本当ですか、よかった。ただどうも他のフロアにはほとんど人が残っていないんだ。こちらのサーチから逃れて隠れているとも思えないし。それは、おいおい、そんじゃキーボーたちは一体どこに。ただ一箇所、オルキスタワーの屋上に誰かがいるみたいだね。あの白い人形と一緒に。エレベーターで屋上に行くことは可能なのですか。なあ、ロックは解除したからそのまま上がれるはずだ。行くのであれば気をつけて。了解です。それでは失礼します。結社の博士か、それとも。わからん、行ってみるしかねえだろ。近くにある直通エレベーターは使用可能になっているはずです。必要なら1階まで戻って準備を整えておきましょう。ああ、もしもし。よかった、無事だったんですね。こちらベルカの9号機です。フランさん、タワーに突入したようだが状況はどうなっている。ああ、大詰めだ。なるほど、確かに大詰めのようだ。屋上の白い人形だけど、どうやら周囲100アージュに結界を展開しているらしい。こっちからは近づけないから援護とかは期待すんなよ。そうか、まあこっちで何とかするしかねえな。ちなみに他の2機ですが、ケビン・シンクやエンセルさんたちが頑張ってくれたのではないかと。そうなのか、朗報ですね。ああ、よく勝てたもんだぜ。とにかくルチャだけはしないこと。エイトスもかも、くれぐれも気をつけとまえ。はい、了解しました。現実世界でスティグマの力をあそこまで解放するなんて、姉様がいたらそんな無茶きっと怒った。せやな、総長にもめっちゃ怒鳴られそうや。メルカバも壊してしもたし、はあ、修理不能とかなったらドミニオンクビになるんかな。ま、そうなったらもう一度重機師から出直せばええか。お前が聖騎士になったらサポートについてもええし。バカ。おい、よかった、本当に無事で。姉様の目指していた場所はまだずっと先にあるのに、本当に無茶ばかりして。リーズ、せやな、
まだまだ先は長いか。これから先も呆れさせてしまうことがあるかもしれん。懲りずに支えてくれるか。当たり前、放っておけるわけない。損傷を受けたんだ。ゴルディアス級のシステムだとバックアップも取れない。待てる待てる、大丈夫、必ず直してあげるから。やれやれ、招かれざる客がここまでたどり着いてしまうとは。おじさま、ディーターさん。しかしランチの約束をした覚えはないのだが、ひょっとして日時を間違えてはいないかね。アポイントなしの訪問申し訳ありません。ですがこちらにも譲れない事情がありまして。独立国の取り消し、それに市内の魔導兵などいろいろありますが、まずはとっととキーボーを返してもらおうか。ああ、構わないな。君たちは何か勘違いをしているようだ。我々は別にケイヤ君に無理やり協力してもらっているわけではない。このクロスベルを取り巻いている途方もない困難、それを解決するために彼女は進んで協力してくれたのだ。それはそう仕向けたのもまたおじさまたちのはずです。両兵団を陰で操り、クロスベル氏を襲撃させることで市民の独立の機運を煽り、帝国と共和国の資産を凍結することで自治州存亡の危機を演出した。真偽はともかく許される所業ではあり。そしてその状況をキーヤちゃんに突きつけて決断を迫った。白い歯が売りのナイスミドルにしちゃえげつなさすぎやしねえか。ディーター大統領、いえディーターさんと呼ばせてもらいます。それがあなたの正義ですか。ああその通りだ。現実の政治は綺麗事ばかりではない。あの程度の政治工作ならばむしろ手ぬるいくらいだ。12年前、帝国がリベールに侵攻するときに起こした悲劇、君たちは知っているか。もしくは共和国が民主化するときに断行された血塗られた粛清は。だからといっておじさまたちのしていることが正当化されるとでも。正当化はされるものではない。力と意志を持ってするものだ。私はクロイス家の当主だが、もともと一族の使命についてはそのあたりはむしろ娘の方が詳しいくらいだからね。だが始祖が夢見た新たなる司法の誕生が実現可能だと分かった時、
私は狂気し、クロイスケに生まれたことに感謝したものだ。この激動の時代を収め、正義を広められるだけの力を手に入れられるのだからね。正義。それではあなたは自らの利益のためでも支配欲のためでもなく、正義を実現するためにここまでのことをしたと。それ以外にどんな理由があるというのだね。10年前 IBC の資産が大陸一を達成した時点で、富大陸全土を支配するという時代錯誤な幻想にも興味はない。私は我慢がならない。国家という枠組みにとらわれて無益な争いを繰り広げるこの世界に、その意味では独立国という形式にこだわっているわけでもない。マクダエル議長の宣言通り無効とされても構わないのさ。私が理想とする正義、世界にあまねく広まるのであれば、その正義によって秩序が保たれ、平和な世界が築かれるのであれば。バカな。私にはただの絵空事にしか聞こえません。なんつうか、ここまでガチだとは思わなかったぜ。ですが、その正義の幻想がある程度実現できてしまう。司法があれば、既存の政治思想にはない反則とでも言うべき状況設定だわ。ディーターさん、俺はあなたの考えにはいろいろと勉強させてもらいました。ですがあなたの正義については少し過大評価をしていたようです。俺たちは警察官で、しかも特務支援課の所属です。法というルールにのっとりながら市民に寄り添う形で正義を体現する。ですが必ずしも正解があるとは限りませんし、迷ったりすることも多くあります。当然だ。治安維持や安全保障なども正解というものがあるわけではない。そうね、立場が異なれば正義のあり方も変わってくるものだし、迷いながら時には失敗しつつも正義を追い求めていく。かつてディーターさんに言われたことでもありますよね。なんつうか、あの時の演説と全然違うような気がするんだが。あれは力と意志が足りていない状況においての方法論について語ったまでだ。その双方が揃っている状況で正義を行使しないこと、それは怠惰ではないのかね。違う。正義は移ろいやすく形の定まらないものだ。それを追い求め続けることにこそみんなにとっての価値がある。あなたのしようとしていることは正義を型にはめて確立化し押し付けることでしかない。そんなものが本当にあなたの求める正義なのか。現に私はクロスベルの政治状況に風穴を開けていくつもの改革を成し遂げた。その成果を否定するというのか。それとこれとは話が別です。おじさまの全てを否定するつもりはありませんし、学ぶところが多かったのは確かです。だからこそその欺瞞と勘違いを指摘せざるを得ません。あなたを尊敬していた者として間違いに気づいてほしい意味でも。いいだろう。なんだこれは。気をつけてください。オルキスタワーから彼を中心に膨大な霊力が集まり始めています。ふふん、ベルほどではないが、クロイス家の当主としてこの程度はたしなんでいてね。そしてこのオルキスタワーの霊視変換機能を利用すればこんなことも可能になるのだよ。吸い込まれただと。
うん、視界と制御も良好だ。四方の力を受けつつ自在に操ることができそうだ。おじさま、霊的な位相空間から人形兵器をコントロールしている。おいおい、そんなのありかよ。これぞ正義を体現し世に知らしめるための白き機体。さあ証明してみるとしようか。私の正義、君たちの正義、果たしてどちらが正しいのか。望むところだ。全力を持って挑ませてもらいます。危険度大、手強いです。分かった。任せてくれ。みんな、はい、一気に行くぞ。私の番ですね。こっちゃ、この供給が途絶えたみたいね。やれやれ、マジで疲れたぜ。やりやがったな。どういうことだ。どうして四方からの供給がいきなり止まるのだ。まあ余計なことをしている暇がなくなったからだろうね。結社のバルティさん。
博士。ノバルティス博士、一体どういうことだ。まさか結社が機体に何かを仕掛けていたのか。前にも言ったように、あくまで今回は手伝いでね、良いデータも取れたことだし、そろそろ私も失礼させてもらうよ。契約通り、そちらの最終型とともにね。契約だ、バカな。この機体はこちらが結社から借り上げたものだ。持っていかれる道理などない。いやいや、実は契約内容にちょっとした変更があってね、用済みになった機体をこちらに回収させてもらうよう取り計らってくれたのだ。閣下のご令嬢マリアベル・クロイス嬢がね。そのこの声はベル。ベル、これは一体、それに一体どこにいるんだ。オルキスタワーではないのか。私はとっくにそちらを後にしていますわ。キーヤさんたちと一緒に。確かにどのフロアにもいなかったみたいだけど。アリオさん、マクレイン、おじき、シャーリー、ブラッディ・シャーリー、バルドさんまで。盛り上がってきたね。ケイ、どういうことだ。君たちは私を裏切ったというのか。大統領、申し訳ありません。しかし私はもともとあなたの計画に協力していたわけではありません。先生とマリアベル城の計画に協力していただけです。先生、まさか。ああ、その通りだ。嘘だろ。イアン先生。その様子ではロイド君は私の関与に気づいていたのかな。ええ、ニールセンという記者の方がヒントをくれましたから。それとピート君は墓守のご老人、キリカさんやレクターさんの指摘、全てのフラグメントが最終的にあなたの関与を指し示していました。どうやら完全にガイ君に追いついたようだね。グリムウッド先生、これはどういうことですか。確かに先生にはいろいろと相談に乗ってもらいはしたが。ああ、君は本当に教えがいのある生徒だったよ。経営者としては超一流だし、政治家としても悪くはなかった。無双家すぎるという致命的な欠点を除けばね。お父様はご自分の考えで全てがうまく運んだと思ってらっしゃるようですが、その実先生の良い教団の扱い、通商会議の段取り、クロスベル氏襲撃から独立宣言まで、そのアイデアのもとを最初にお父様に囁いたのはどなたでしたかしら。このまま君がうまくやれば、表に出るつもりはなかったが、どうやらフィクサーとしてのみとどまってはいられないよ。青木ゼロの計画、このまま遂行させてもらうよ。青木ゼロ、なんだそれは。ゼロの司法の完成形、時空を支配し因果律を組み替える青の大樹、その新たなる誕生ですわ。光は、青い光、七星、湿地帯のあたりです。あれは
かな。大樹素晴らしい、まさに得意点の3。待ってくれ、あの巨大な木がゼロの司法の完成決定。キーヤちゃんは、あの子は一体どこに何を言っているのかし。キーヤさんならほら、そこからも見えているでしょ。あの青の大樹こそキーヤさんそのものですわ。彼女の心と体が失われたというわけではない。そのあたりは安心するがいい。だがこれより彼女は全ての調停者となる。彼女にとっても君たちにとっても悪い結果にはならないは、できれば見守ってあげてほしい。一体何を。わけわからなさすぎだぜ。ほんとそうだよね。でも楽しければそれでいいんじゃないね、リーシャ。まあ邪魔するつもりなら遠慮なく相手をしてやろう。これも契約のうちだからな。こいつらの企みは知ったこっちゃないが、来るんなら今度こそ徹底的に潰してやるぜ。それでは皆さんごきげんよう。それとお父さんも、今までお世話になりましたわ。単純でロマンチストで愚かしくはありましたけれど、私お父様のことも決して嫌いではありませんでした。役目がなければ私も最後まで付き合うんだが、まあせいぜい遠くの地で続報を聞かせてもらうとしよう。それでは失礼する。無駄だとは思うが、せいぜいあがいてみたまえ。有意義なデータを残してもらう意味でもでに。引っかき回すだけ引っかき回してとんずらかよ。みんな無事かい。二人とも今のは一体それに、あの巨大な木のようなものは。それが何と言ったらいいか。どうやらまだ終わりじゃないみたいだな。課長、下の方は大丈夫なんすか。ああ、魔導兵どもが消えたんで無事タワーに乗り込めた。しかし何がどうなってやがる。はい、それが そんなことあの熊ひげ先生が黒幕の一人とはね。なるほどな。政財界に国際情勢、警察にギルド、さまざまな裏事情にも通じている人物か。あの先生がその気になれば確かに全てを段取れただろう。問題は動機だが。はい、ワジ、メルカバを呼んでもらえるか。そう言うと思ったよ。行くのか。ええ、もはや警察の仕事とは言えないかもしれません。ですがキーヤと全ての真実があそこで待っている以上、俺には放っておきません。私もです。ベルを止めないと。まあここまで来たら一蓮托生は当然かと。おじきたちも手ぐすね引いて待ってるみてえだしな。私も付き合わせてもらいます。まあメルカバを提供するんだし、僕もバルドとの決着もつける必要がありそうだしね。私も彼女と決着をつける必要があります。私自身のけじめのためにも。マクレインとイアン先生の両名については私も同行するつもりです。
止めても無駄そうだな。大統領の身柄も含めて市内とタワーの方は任せておけ。お前たちはお前たちで納得できるまでやってこい。特務支援課として何よりもお前たち自身として。はい。さすが皆さんです。はい、お疲れ様でした。しかしまあ、とんでもねえのが現れたよな。本当にあれ、キーアちゃんが出現させたんですか？ええ、間違いなさそうです。青の大樹、人による司法の完成形か。よもや人の子らの妄衆がここまでしてのけるとは。あの大樹がどんな力を持っているのか君、うん、ただあの青い光からは尋常ならざるものを感じる。必要の力のすべてと。もともとゼロの司法は幻の司法を再現するために黒い助の手で創造された。その過程で時と空まで合わせ持ったということかしら。正直私にもどこまでのことができるのか見当もつかぬくらいだ。というよりできないことはないと言ってもいいのかもしれん。なんとまあ、エイドスに匹敵する。いずれにしても俺たち、アリオスさん、マリアベルさん、彼らの真意を確かめつつ、この手でキーヤを取り戻すだけだ。え、はい。いやー、グレイス、どうしてお前がここにいる？マクダエル議長と一緒に船を降りたのではなかったのか？私の勝手でしょ。それにクロスベル市民だって今回の顛末は知りたがるはずよ。まあそのあたりのフォローは任せなさいって。
いまいち不安ですが。いずれにせよ、乗り込む前に準備はしといた方が良さそうだな。そうですね。何が待ち受けているか分かりませんし。各地の戦闘も終わったし、今ならクロスベルのどこにでもメルカバで降りられるだろう。必要だったら指示するといい。ああ、分かった。